はい、どうもご視聴ありがとうございます。純子の胃袋のびのびパズルということでですね、こちらブルーアーカイブの二次創作ゲームとなっておりまして、まあ、プレイガイド見たらゲーム性わかるかな、食品を胃袋の中に入れましょうと、でうまいこと入れていって拡張率が 100% 超えないように、全部の食品を食べたらクリアというゲームとなっております。ちょっとブルーアーカイブ自体はね、僕やったことはないんですが、すっげえ面白そうなゲーム性なんでやっていきましょう。ドカ食いしようということでございますね。はい、胃の鍛錬でございます。ノーマル、まあ、ノーマルまずはね簡単ってことで20品食べたらクリア。ホールドは何、これホールドは、あ、食べないこともできるんだ。ホールドもう一回押すとリンゴと入れ替わると、まあ、食べないというか順番を入れ替えられるぐらいか、結局のところ最後は食べなきゃいけないと。でふっくらご飯と具材がハーモニー、まあとりあえず入れていけばいいか。これを持っていくと ごちそうさまと、はあ本当に美味しい、プリプリの歯ごたえがたまらない。じゃあエビも食べようか。はい、食べます。でお団子、なぜかよく落としてしまう。何個食べるかは運次第。あんま食べない方がよくないこれ1個が 78.5%、 2個が 18.5%、 3個が 3% かな。5、じゃあ置いていくか。よし、1個、お団子お団子上って、まあでもたくさん食べなきゃいけないんだからねこれは。じゃあエビ、え、おいしい、でか、カニやばいな。カニもじゃあズワイガニいただきます。クロワッサンおいしい、まだ食べれるの、おいしい、まだおにぎりいけるこの中で。もう締めだよな、もう締めのおにぎりの感じ。あ、本当においしい。でも拡張率だ、まだ全然いけるねお前も。で次、乾燥昆布、噛めば噛むほど味が出る、2倍の大きさまで膨らむ。はあそうですか、どんぐらい、結構でかくなるなよく噛んでから食えよお前、よく噛んで食わないから胃袋で拡張するやん。バナナ、バナナで、お団子、お団子どんぐらい、お団子2個になっちゃった、最悪だ。でおにぎり、次は消化を促進する胃薬、あ、重なった食品を1品消化し、胃薬全重なった本体を1品消費し、胃薬本体も消えると。あ、じゃあ1対1交換できるんだ。じゃあカニだろこれ一番でかいの、なんか形も悪いし。ふう、楽になったと。で、おー、立派なキノコが、太くてたくましく誇らしい、強くて立派で偉大なキノコ置きます。イカね、あ、イカもちょっと形悪いけども、イカ、あー、ちょっときついきつい、イカがだいぶ膨らんでる。で、キノコちょっと顔色も悪くなってきたけど、あと4品いける、余裕余裕。で豆腐ね、豆腐ならいける、豆腐はここら辺に置こうか。いいね、全然胃袋を拡張せずにいけた。で昆布でかくなるんだよね。でこれ最後リンゴ、余裕だね。我慢、321と、入っちゃダメ入っちゃダメ、オッケー、ごちそうさまでした。オッケー、まあ簡単だったな、適当にやってもクリアできそうな感じがした。じゃあ次ハードいきましょう。さっきの胃薬が大事、何に使うか。最初の方に出てくるとだるいね、まあそういうのはホールドしとけばいいか。じゃあちょっと待って、これ何ネクスト、何これネクスト、何これ。とりあえずお団子少ないとありがたいけど、でこれ何、逆張り乾燥昆布、素直になれない天の弱、 0.5 倍の大きさまで膨らむと。ん、日本語が膨らむというか縮むのね、こうしてなんかお腹の中で縮んでる、そんな感想あるかあー縮んだ、なるほどね。でエビで、あ、これはホールドしとこう。ポンデリング、ドーナツか、ドーナツ、まあドーナツ邪魔だな、こうできない、あ無理か、さすがにね、さすがにお前丸飲みしてんのかって話になるけどな。でおにぎり置いて、リンゴ置いて、でかいな、カニやばい、カニやばい、カニ嫌い、カニでか、あやば。じゃここ置いたらさ膨らめなくない、あ膨らめる、膨らめ、じゃあカニはちょっと消去しとこうか。かえー、これどうしよう、これうまくさなんか四角いものの中に入れたらさ膨らまないとかないのかな。でお団子、お団子はなんか適当でもいいな、お団子はぶっちゃけ最悪3つでもなんとかなる感じある。はじけ団子、食べると3方向にはじけ飛ぶ、何それ、え、じゃここ置いてみる、胃袋に側にはじけ飛べ、うわダメな動きしてた胃袋がじゃあいけないぐらい膨らんでた今、別の内臓になんか当たってるぐらいの。じゃあ乾燥昆布を、これ乾燥昆布が分からんね、なんか。でドーナツを、うん、やっぱ中には無理か、こうやったらどうなの、おお下段しとるやん、これ置いてみる、胃袋の壁がゴリゴリ削られてる今、純子の胃袋が
ボロボロ胃袋の壁はボロボロ。じゃあまだキノコ置いて、あ、これやばいかな、置いてみる。あ、やばいな、さすがにこの状態でこれやばいか。一回お薬飲む、お薬飲んで、でもどれ消去するかって言われるとイカかな。イカ消去して逆張り昆布をここら辺に置いて縮んでもらって、オッケーオッケー。でクロワッサンとバナナでオッケー、ギリギリ。ちょっと胃がゴリ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 ってやられてるけどなんとかなった。これ結構ファインプレーだったかもな。これのおかげでクリアできたかもしんない。じゃあ次は最後のステージ、ベリーハードね。あ、お品書き一応書いてあるのか。エッチな乾燥昆布がある知らないホットドッグサイサイで、胃薬3つあるんだ。前回胃薬2つだったっけな、カニに使ったのと。まあ単純計算でさっきより5品増えて、うち胃薬が1つだから、まあ、実際3品分ぐらい増えるのか。ギリいけなくはないか。まあでも吐いたところももちろん見たいからな。まあでも一発でくる。スイカ、近年大流行のフルーツ、スイカとくっつくと消える。あ、スイカゲームだった。これが令和版スイカゲーム。じゃあスイカちっちゃくない？エビの方が、俺の方がでけえぞって言ってる。お前ちっちゃえなって。でこうして壁に置いて、で胃薬はホールド。リンゴの方がでかいまであるし。お、スイカスイカ、ありがたいね。ちょ、リンゴはね、ドーナツとくっつけるとね、すごい楽。豆腐はヘルシー、豆腐はヘルシーで、カニに使っとこうか。カニ来る前に胃薬2個来てたらちょっとだるかったね。そういう意味ではさっきのカニありがとう。お、エッチな乾燥昆布が来てらっしゃる。2倍の大きさまで膨らむ、それは死刑だわエッチな昆布はダメ、死刑死刑死刑。どうしようこれ、これ逆にこうしてどうなる。あー、エッチな乾燥昆布でかいな、ちょっと嫌なでかさしてるわ。でイカちゃんで、いけ、失敗するな、これ。なんかうまくいけ、失敗するのかもよくわからんけど。あ、あ、さっきのがめっちゃうまかったのか。じゃあそんな気はちょっとしてたじゃあクロワッサンと、さっきのができないとちと厳しいかな。でどれ消す、おにぎりかエッチな乾燥昆布か。エッチな乾燥昆布ね、意外とねスペースは取るけどね、なんか体積は少ないから案外なんとかなるんじゃないかなっていう。そうなるとおにぎりかイカだな。イカ消すか、イカ消し。動かない、なんかやばそうだな。味置く、何これ。胃薬で消えない、そして動く、ホットドッグサイサイ。動く、キモ。胃薬で消えないんだね。あ、やばいなこれ。ん、ダメだか。あ、動いたせいか 100% 超えたらそうなるのね。うえん、悔しいってリベンジしましょう。どうしようこれ、むずいな。あ、でもサーロインが序盤に来るのはありがたいかもしんないな。消せるからな。で弾け飛んで、やば。これどう、ドーナツプラス。あ、ダメか、さっきのすごかったね。じゃあイカちゃん、団子、ドーナツと、ドーナツとドーナツを重ならない。あ、どうだこれは。微妙に、微妙に重なってる。まあいいかもしれない。これうまく重ねるのどうにかしたいな。追加でサーロイン消そうか。サーロイン消して、ちっちゃくなる昆布でこうして、うわー、やばいの来た。こいつが終盤になってくれる。こいつが序盤に来ない世界が欲しい。じゃあここに置くしかないんだけどな。やばいけどね。スイカ、もう一つのスイカが早く来てくれっていうのと、あ、やばいやばい、ドーナツたちが、やばい、ドーナツたちが外側に外側に進んでってた、あいつら。
あいつらも動くようになっちゃったからな、俺のせいで。胃の鍛錬ベリーハード、キノコ、ここら辺は連打に近いな。もうどう置いてもしょうがない。ドーナツにはちょっと可能性があるんだよな、ここ。ちょっとドーナツは重ねられる、なんか知らんけど。これを利用するしかない。ドーナツ、よしよしよしドーナツ結合した。それはそれで動くやつになっちゃうんだよな。で、おにぎりをキャッチしよう。このちっちゃくなる昆布も重ねられるかな。で、弾け飛ぶ団子、弾け飛ばない。で、胃薬は保存しといてまだだな。エビおにぎり合体できない？エビにぎりで、これにエビにぎり昆布。よし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 、3次元に戦ってる。お前らはこのゲームを2次元だと思ってたかもしれないが、このゲームは3次元にある。どうしよう、胃薬ちょっとやばい団子ある、やばい団子あるけど、やっぱイカが邪魔くせえな、せっかくつけたとはいえ。お団子ロケット、こういうのを打ったらどうなの？お団子がロケット、ずっとこっちに進んでるってこと？もしかして、じゃあ胃袋に対する負担がえぐいの？もしかして、こいつらはこいつらで下に向かってるしこいつらを止めるためにサーロインが実は必要だったり。あー、胃袋がちょっとダメな曲がり方した。悔しい。よくその感想で済むね。胃の鍛錬、じゃあ昆布、今のロケットみたいなのがあるってことを考えると、ちょっとお団子エッチ、あー、くっつけうまくくっつけ、こいつらはなんかうまくお互いを避け合うね。腹立たしい。ロケットみたいなものがあるって考えると、サーロインで壁作るのが意外と大事なのかもという気持ちも少しある。エビ団子、サーロイン壁はないから、じゃあこうして、あ、うまく動かなくなってるね。で、エビくっつけよう、豆腐もくっつけよう、ホットドッグもくっつけ、あ、くっつかない。スイカ同士で消えてくれ。お前消えないの本当何なんだよ。しかも今消したいのないな、消したいのないな。お前は消えてほしいんだけど。ロケット消す？エッチ消すか。あ、なんか変なの消えた。終わった、もう終わった、終わった。お前にドーナツくっつけてやる。無理だ、無理でした。終わりだ、終わり、終わり、終わりです。終わりだ。出る順番も最悪だ。何も擁護するところがない。ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ、ドーナツは弱いのか実は。で、よしよし、か、壁、壁、このサーロインは実は大事なのかもしれない。あ、終わってる、終わってる、終わってる。あ、終わった。じわじわと削られた。あのホットドッグが来るのがもうせめて残り10になってから来てくんないとちょっと正直無理かなっていう。もしくはあいつを監禁する方法が見つからないと。よし、結合しろ。おー、胃袋がすごい方向に。ああ、もう最初に来た、終わったくっついてくれ頼む。ダメです、好食って、ハオチーって言ってた。ロケット、あんまりなんか君思ったほど動かないね。動いてるっちゃ動いてるか。そんなこともねえな。動いてんな、お前。ちょっと結構動いてんな。シャレにならんぐらい動いてるよ、お前。バナナ。消えてもらおうか、お前には。ちょっと。あー、サーロインやってきてたか。じゃ、サーロインで壁作って、広げるだけ広げた。この世界を。もうこれ以上は広げられん。いいか。乾燥昆布消しとこうか。乾燥昆布広がりきる前に、無理でしょ残り11品、スペースは結構あるんだけど広げらんないし、こいつがじわじわとじわじわと拡張してない？なんかほっといてもじわじわ死にそう。あー、やばい、無理だよ、お前がやだ。あと弾け飛ぶやつもやばいな。ちょ、サーロインで早めに壁作りたい。まあ逆張り昆布賞序盤はありがたいかもな。一回広がっちゃうとなかなか取り戻せないから、
お、いいね、これいい、いい、すごくいい。ああすごく良かったのに。よしよしよし、悪魔合体しろお前ら、悪魔合体してくれ。ああ、全然死ぬだろ胃袋を壊す兵器が刺さったでも重ね合わせるのちょっとやりすぎても、自分の首絞めてるか。エビホールド、まあでもここら辺のなんかしょうもない、最悪失敗してもいいやぐらいのやつら重ね合わせるのチャレンジしたいよな。で逆にこういう逆張り乾燥昆布とかあんまり重ね合わせがうまくいかない印象あるな。ドーナツだな、やっぱり重ね合わせがうまくいくのは。失敗したけど。でイカ消す、で弾け飛ぶ昆布、昆布じゃない団子で、イツ団子、バナナドーナツ、スイカ、よし、サーロインをどこに置くかだな。ここら辺、ここら辺に置いとくか。だからドーナツとくっつけると回転するのが結構やばい気はしてるんだけどな。でそうか、回転できるのか、こうだな。これでこいつを無力化する。で乾燥昆布をバナナにくっつけることで、全部台無し。また弾け飛ぶやつ、あーやばい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 、落ち着いて落ち着いて、お腹が落ち着くの待とう。戻ってきた。でここでクッションしろ。うわ、カニはやばい、ここでのカニはやばい。でもさっさとカニ食って薬薬薬、あーダメ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 、くっそー、食べる前に消したかったカニは。ただサーロインがやっぱいい味出してたね今。ああやって活躍させたい。オールド、いいね、サーロイン序盤に来るのはいいよ。じゃあ下サーロインを置くか。ここら辺に置く。ちょっとな、あまりに拡張してない状態で来すぎてる、それはそれで。で団子、エビ、スイカ、薬来ちゃったか、早いな。ちょっとエッチを消すかエビ消すかだな。まあエッチ消すか、あんまりうまみは薄いな。で回転させてサーロインに向けて動くようにして、また来た、ちょっと早いよ。でエビ消して、エビじゃないリンゴ消して、スイカ消して、ドーナツ重ね、ドーナツは果たしていいものなのか悪いものなのかがすげえ微妙多分悪いのかな。もうここまで来るとちょっと擁護できなくなってきたな。回転するのが良くなさすぎる。ここ置くね、とりあえず置いてエビ置くね。あーエビじゃないし、エビじゃないし、こいつがやべえ。時間経過のごとに俺の胃を壊していってる。このままだとほっといても吐かない。落ち着くことはないか。もう急ごう、急いでいこう。ドーナツドーナツ、あー縮め、縮んで無理だ。出る順番次第だな。ドーナツと回転させるのはリンゴだけにしよう。あやば、終わってる出順が終わってる。こうすることでなるべく皆に迷惑をかけないように。エビ、イカ、でかいのばっか来るやん。ドーナツ、シンプルにきつい、シンプルに超きつい、シンプルに無理だろ。ステーキとか言ってる場合じゃない全然無理、全然無理全然無理。どうしよう。あーまた最初に出てきた終わりだよお前が。いやもう無理、これは無理だわ。ちょっとギブアップしよう。
参りました手配が悪すぎる。これはステーキ、スイカは真ん中の方がいいかな。消えた時に処理しやすいというか、なんか動かしやすいのは真ん中の方かもしれない。で団子、団子たちは弾けても戻ってくるからそこまで悪くないね。でエビ、あいいね、収納できてる。エビ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 収納、あーちょっとせっかくよかったね。エビエビで逆さバナナ、クロワッサン、おいいね、ちゃんとやれてる。ただ言っても今大したことないやつらが来てんだよな。じゃキノコ消して、でお前はこっち向きにこうかな。あーこれの操作がむずいね。ででか乾燥昆布、どうしようこれ、こっち側に置くか。ちょっと広げちゃうけど一瞬だけ我慢してね。でおにぎり置いてさっさと消して、あーやばい、あいつが自由になった。でホールドを解除してカニを消して、あそっかホールドできるからこいつホールドしておくのがいいのか。基本戦術かもなそれは。でこいつを自由にさした今俺はもう無理だ。追加で消して、団子ちっちゃくなるよ。ドーナツ、ドーナツ&ドーナツでドーナツ同士で回転してくれ。リンゴ、オッケーオッケー、こいつは良いんだけど、あそこは良かった。まあいくつか反省点は見えたな。ホールドさせること、ちょっといい感じになってきた。スイカを早く処理できればもしかしたら。ステーキとクロワッサン、スイカ同士で消して、よし、あとでも薬があと1個ないと無理だな。ちょっとこれを、あー無理、終わった。そして薬もないからどうせホットドッグで死んでたわ。残り2つまで来れたけど、あーロケットが素で出ちゃったな。ロケット壁にしろ。そうか、こいつは他の食材を押してまで進むほどのパワーはないのね。こういう風にキャッチして、まあカニはいらない。でおにぎり、ホットドッグ、ホットドッグ早えな。やっぱお前処理が厄介だからちょっと消しとく。バナナ、イカ、リンゴ、おリンゴとおにぎり重なったね。これはおっきいぞ。うまく重なった。団子2つはでかい。で重ねて、欲張る、欲張ろう、欲張りだ俺は。ああもう二度と同じことはしません。欲張りません、もう二度と僕は欲張りません。こうして消す。ああダメか、100超えた瞬間だな。これをこん中入れられん、こいつ邪魔くせえからさ。この縮む昆布でこのホットドッグを潰せない。無理でした、勝てなかったよということで。入れ替えて、とりあえずカニ殺して、でこれセットできないかな、無理だな、ギリギリ、あギリ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 、あやばギリ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 を反復横跳びしとるめっちゃお腹痛い時の電車やん、もうお腹すごい出てるし、めっちゃお腹痛い時の電車の顔してる。どうしよう、あやばそう、やばそう、なんとかなってる、なんとかはなってる、なんとかなってるだけ。逆を言えばキノコをこう、どう、いやー無理だね。
よし、来た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 、あと1個、あと1個入る？絶対無理だろこんなもん。頼むよ頼むよ。あー、どうしろってんだい。全部食べたじゃん、吐いたけど。信じられない飛び方したな。美味しかった。そうか、このドーナツによる回転を止めるということが大事なのかもしれない。回転ドーナツが相当厄介だから、ドーナツの回転を完全に防いだ。で、さあこっからどうするかだな。出た、ホットドッグ。しかもカニも控えてる。とりあえずおにぎり。あー、やばい、やらかした、終わった。変なの吸ったわ。いけそうじゃないこれ。 84.4% で、このここを重ねられれば、ここうまく重なればいける。重ならなかったら厳しい。あ、重ならない、厳しい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 、我慢我慢。あー、我慢してよ、我慢できたよね。すごい流れも良かったのに。普通に置くべきだったかな。お、いいね、これすごくいい。乾燥昆布と縮む昆布とステーキのいい配置ができた。で、ちょっと回るようにして、もうこの団子も乗せられるかな。1個乗ったか。まあ1個入ればいいでしょう。で、結局ね、回る分面積取るから、どっちの方が得なのか未だに分かんないや。で、エッチな昆布はまあ真ん中に置かざるを得ないか。で、おにぎり潰しといて、ドーナツとリンゴ重ならないか。まあしょうがない、それはそれでまあしょうがない。できたもので戦うしかない。で、エビさんエビさんエビさん、そう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 、ちょっと思ったより動くな。うわー、外れたし、せっかくはめた、これは厳しいか。なんか厳しいな、これはもう。いける未来が見えん。さっさと行こう。あと何品だった？6品。全然だね。エビが交尾しとる。ちょっと待って、エビが交尾してんだけど。あと、どうしようこれ。あ、無理だ、ミスった。でもあとステーキおにぎりだからな、ちょっと普通に厳しかったか。なんかここら辺に置けないかな、なんかの間違いで。よし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 、来たんじゃないこれは。とりあえずさっさとおにぎり壊して、そこにぶち込め。321。あ、もう耐えてよ。あ、焦ったか。別に焦る必要なかったな、それはその通り。やっぱ壁際をちゃんと整地していかないとダメだ。丸いやつはなるべく中に。で、ドーナツの穴に詰めるのはお団子が一番安定する気がするな。詰まりすぎて回転してもダメージ少ないし、なるべくお団子詰めぐらいで勘弁してやろう。ステーキの壁、よしよし、壁は作れた。で、お団子ロケットもくっつけちゃおう。カニか。カニはこうする。
で壁を広げる感覚、壁を広げていく感覚でこんな感じで、カニはなるべく潰す。で今でも消したいもんないんだよな。ホットドッグ置いてステーキにうまくぶつかってもらおう。でドーナツはここら辺で、あ失敗、これ以上欲張らない方がいいな。こうしておにぎりは消す。あやばい、こいつがやばい、こいつがやばい。あー終わった。あーもうロケットフリーにさせたらあかんよ。あと3品、あと3品、エビここはいけるでしょ。でだいぶ余裕だな。ここちゃんと重なれば 100% いけるかな。いやでもそんな攻めなくてもいけんじゃない。これでさっさと終わらせよう。よしよし、いける、お前ならいける、お前ならいける、お前は俺が見込んだ。よしよし、1時間半ぐらいかかりましたけど、おまけ過酷な鍛錬の末に食べ過ぎた。食べ過ぎだね。はい、ということで純子の胃袋のびのびパズルでございました。ご視聴ありがとうございました。